語る、珍兵器。こんにちん兵器、解説のさぎりだ。こんばんは、聞く方の綾野だよ。ゆっちん第50回で募集を始めたお便りだが、まだまだ余裕があるので気軽に送ってほしいとのことだ。ぶっちゃけむしろもっと集まってくれないと尺が不安だってさ。では最速も済んだところで紹介いってみよう。今回はこちらの珍兵器から。ざっくりしていってね。まずはポーランドで作られた、戦車の履帯を掃除するためのトレッドミルだ。なんと IS ドバー重戦車のパーツが流用されているぞ。掃除が大切なのはわかるけど、こんなんで綺麗になるの？まあちゃんと水洗いするよりは劣るが、6分という短時間でそこそこ綺麗になるので便利だったらしい。はい、続いて冬戦争中のソ連で開発された、工兵向け防護スーツだ。通電している可能性のある鉄条網を、除去する際に身につけるぞ。なに？この、チェーンメール？一言で言えば銅線を編んで作った全身タイツで、ファラデーケージの要領で、中の工兵を電気から守ってくれるんだ。電気抵抗の小さい物体で囲まれた空間の内部には、電気が入ってこなくて安全ってあれね。というわけで、これを着た工兵は頑張って鉄条網に接近し、工具で切断するぞ。戦車とかバンガロール爆薬等とか使うんじゃダメなの？それらがいつも使えるとは限らないからな。マニュアルにも戦車が使えるならそれが一番的なことが書いてあるそうだ。そもそも事前の策だったか。実際、通電してるかもわからない小規模な鉄条網を突破するたびに戦車を呼んでたらキリがないし、かといって砲撃で一部を切断しても、複数用意された電源を全て無力化することは困難だから、まあ落としどころとしては妥当なんじゃないかと思うぞ。戦闘工兵は大変だな。じゃけん戦闘工兵車配備しましょうね。お次はシュタヤー、ダイムラー、ブフ製のハフリンガートラックに、バンタムやモスキートといった対戦車ミサイルを搭載した、簡易戦車駆逐車だ。簡易っていうにも限度があるだろ。何気に各国で似たようなものが作られていて、最初のものはオーストリア製、今映してるのはスイス製だ。とりあえずのプラットフォームとして使い勝手が良かったんかな。バンタムミサイルの出身地であるスウェーデンでもこんな風に積んでるし、無反動砲を搭載したパターンもあるので多分そういうことなんだろうな。思えばうちの国にも車載マットとか自走無反動砲とかあるもんね。さすがに後者は退役したけどな。でもって双方当時26系戦車の潜水型だ。1934年に試験されたぞ。なぜ単砲塔型でやらなかったし。というわけで、速攻で見切りをつけられ、翌35年に作られた単砲塔型がこちら。まあ、そうなるな。こちらは試験には成功したが、各省密閉する手間などが嫌われたのか、量産には至らなかったようだ。じゃあ浮かせればいいのでは？というわけで浮上航行型の PT26 だ。あるんかい。しかし双砲塔かい。1935年から1936年にかけて試験されたが、量産には至らなかったようだ。その頃には T38 みたいな水陸両用戦車が完成してるもんね。せめて単砲塔型なら。それは重量の問題とかあるから許して差し上げろ。それから1968年頃に開発されたブローニング M1919 と M79 グレネードランチャーをベースに開発された XM-174 40mm 自動的弾銃だ。パッと見は普通だね。しかし実体は本体17キロちょい、12発弾倉込みで12キロと信じられないくらい軽くて、手持ち発射も可能な自動的弾銃という珍品だぞ。いや仕組みどうなってるんだそれ。自動的弾銃用の 40×53mm 中速弾ではなく、手持ち的弾銃用の 40×46mm 低速弾を使うので反動を軽くできたのがでかいだろうな。はい、ただ実際に使ってみると弾倉に本体と同じくらいの重量があるので、手持ちではバランスが悪く扱いにくい。かといって車載すると軽さの意味がなく、単なる弱い自動的弾銃になってしまうというジレンマに悩まされたそうだ。帯に短した隙に流し、また連射するには12発という弾数は心もとなく、本体の信頼性も低く壊れやすい、と、どうにもいまいちだったようだ。万能を目指して凡庸になってしまったか。結局車載用としては同時期に開発されたマーク19が採用されたし、歩兵携行用としてはベースとなった M79 や、その後継の M203 に勝てなかったぞ。結局持ちは持ちや理論で、特化させた方が使いやすいんやなーって。ちなみに実地試験のためにベトナム戦争に投入された個体は、米空軍警備隊で運用されたようだ。空軍基地を防衛する部隊、2009と判断された珍兵器を回されがち。そしてレオパルト2防砲塔を搭載した M48 パットンだ。砲塔のテストベッドとして製造されたぞ。拡張性が高いのは M60 やマガフ系の車両で知ってたけど、レオ2の砲塔すら詰めるのかパットン。ちな砲塔リング系に至ってはレオ2より M48 パットンの方がでかいっていうな。
設計思想の違いを感じる。そら共同開発計画もこけますわ。なお一部では、旧式化した M48 パットンの火力を向上させるために開発された、とされているが、それは普通に勘違いで、おそらく一部の資料が M48A2GA2 あたりと勘違いしたものと思われるな。何それ？ M48 パットンにレオ1と同様の 105mmL7A3 戦車砲を搭載できるよう、大規模な改修を施した車両だ。十分な数のレオ2が揃うまでのつなぎとして開発され、一時は西ドイツの総戦車数の3分の1以上を占めていたらしい。つまりパットンにレオ2砲塔を乗せてる暇があったらレオ2製造したかったわけね。そんなところだ。なお西ドイツの M48HGA2 は80年代に全車退役となったものの、同じく M48 を運用していたトルコにアップグレードキットが輸出されており、一部は2009とはいえ運用状態にあるらしいぞ。こりゃパットンも100年選手フラグが立ってるな。一方こちらは浮上航行用装置を装備したビッカース系戦車マーク2だ。そういうのもあるのか。なお武装は 7.7mm ビッカース機銃なので、名前こそ系戦車だが実質豆戦車だな。戦艦機あるあるじゃん。開発はいつ頃なの？情報が少ないので正直全然わからないが、まあビッカース系戦車マーク2の開発時期から考えて、1930年代なのは間違いないだろう。じゃあビッカース水陸両用戦車でよくない？そっちはイギリスでは不採用に終わったでしょ。ほら、ソ連では使われたり発展したし。というわけで、こちらも試験の結果は悪くなかったものの、速度が遅い割に装甲が薄いので生存性が低いと判断され、不採用だ。悲しいなぁ。最後はビッカース系戦車つながりで、時折二重砲塔を持つと紹介されるけど、実際は単砲塔の A4E10 系戦車だ。ビッカース系戦車マーク 1A をベースとしているぞ。なぜ機銃を縦に並べたんだ？武装の試験を目的に製造されたらしいので、多分そんなに深い理由はないと思うなーって。真顔でなんてこと言うのサギリン。なお上側の機銃は50口径ビッカース、下側は303口径ビッカースだ。結果はどうだったんだろう？詳細はわからないが、ビッカース系戦車が50口径機銃を積むのはマーク5からなので、おそらく好ましい結果ではなかったんだろうな。おう、ちなみに以前紹介したビッカース系戦車マーク5にニポンド砲を搭載した系戦車駆逐車、イギリス本国でも試作されていたらしい。忘れちゃったって人はざっくり第13回を見てね。開発時期が近いにもかかわらず、こちらはラトビアのものほど洗練されていなかったようで、試験の結果不採用に終わったようだ。マズルブレーキもないし、砲塔も雑にオープントップにされてるもんね。で、その反省を受けたのか、マーク6にも同様のモデルがあるぞ。砲塔が売り二つで草。車体も似たようなもんだけどな。で、こっちの結果は？サスペンションへの負荷がでかすぎて不採用。そっか、なおマーク1に複数の機銃を搭載した車両には A4E2 回なんてのもあるが、こちらは50口径連装機銃を備えた試作対空戦車なので、車体以外の関係はないだろうな。急にまともな派生型出てくるとびっくりしちゃうな。こいつも不採用っぽいけどな。兵器の採用不採用、もうなんもわからん。さて、今回はここまで、いつも通りのざっくり、いかがだったかな？新兵器について一つわかると、その10倍わからないことが増える。まさに沼。では、また次の動画でお会いしよう。ご視聴ありがとうございました。今回のファンアートコーナー、ゆふづきさんからツーショットをいただいたぞ。たまには私だって吐く息たかったってわけ。いいけど頭のそれ落とすなよ。というわけでありがとうございました。今後ともよろしくね。